出生名は平井昭治。兵庫県芦屋市に生まれる。中学生の頃より独学でピアノと作曲を始めた。都立西高校を卒業後、大学には進学せず、東方学園大学図書館に勤めながら、1971年から翌年にかけて東方学園大学教授の三好明に作曲を指示。1973年、 弦楽四重奏曲第1番で第42回音楽コンクール作曲部門入賞。作曲家グループの新進会、アンサンブルバンドリアン等に参加。管弦楽曲、室内楽、歌曲、合唱曲など、あらゆるジャンルの作品を書いた。また、映画、舞台、テレビ、ラジオなどの音楽も数多く手がけた。さらなる才能の開花を期待されていたが、 医学のため46歳という若さでこの世を去る。とりわけ活躍が幅広く知られているのは、師匠の三好明と共に作品に携わった、世界名作劇場の赤毛のンの挿入歌を担当したことであろう。そもそもモーリ倉人の名はペンネームであったが、後にこの名を本名として戸籍に登録した。モーリーは、モーリスラベルに、倉人は、クロード・ドビュッシーにちなむものである。 竹光透のアシスタントとして、竹光の後期から晩年に至る、時期の作品の肉筆上書スコアの作成を多く手掛け、それらのスコアの隅には、モリのサインが残されている。また、芥川康氏の晩年、映画やドラマの音楽の共作も手掛けた。毎日年間1974年版491ページ。ありがとうございます。